こんにちは、フリースピリッツです。今日はこちらの MPU さんのペンケースロトローのご紹介です。もう見てわかる通り巻物みたいな形のペンケースです。 MPU さんらしい形のペンケースですね。ちょっと変わった形になっています。開けるときはこのギボシ部分をこうキュッと開けていただいて、こうくるくるくるっと本当に巻物みたいに開けることができます。マチ部分がビッグスウェードになっているのもとってもおしゃれですね。中はこんな感じで濃色の面が裏張りとして使われているので、インク漏れも心配することなくお使いいただけます。こちらの革はブッテーロを使用してます。イタリアのワルピエ社っていう有名なタンナーさんの革ですね。張り感があって革の中にオイルがたっぷりと含まれているので、経年変化のお色もとっても綺麗なお色になります。経年変化前と後はこんな感じです。上が経年変化前で下が経年変化後になります。こう見ていただくとツヤ感が全然違いますね。お色もちょっとこの下の経年変化後の方がちょっと緑っぽいお色になっています。お使いいただくごとにここまでこう育てるっていう感じが分かるのも嬉しいポイントです。ではこちら中に何が入っているか見てみます。中はこんな感じで結構いろいろ入れてみました。3色ボールペンとシャーペン、あとは普通のボールペンとサインペン、あと細型なコンパクトなハサミを入れてます。あとはちっちゃい消しゴムと修正テープ、こんな感じで修正テープも入れてます。量をかなり入れてしまってるんですが、この留め具のところがゴムバンドになっているので、ギュッと伸ばして留めていただけます。なのでだいたいペン7本とか8本ぐらいは余裕で入れていただけます。いかがだったでしょうか。今日は MPU さんのペンケースロトローを紹介させていただきました。お色展開はネットショップの方にもございますので、よかったらぜひぜひそちらもチェックしてみてください。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネルのご登録と、あとグッドボタン、あとインスタのフォローもぜひお願いします。